皆さんこんにちは、こんばんは。日本プロ麻雀協会大浜岳です。今回は1月27日に放送される第2回ファズカップリーダー予選ドラフト会議などの詳細を紹介していこうと思います。では1枚目のスライド見ていきましょう。よいしょ。はい、こちらですね。まずファズカップとはジャンシティなどを手掛ける株式会社ファズ様スポンサーの大会となっております。協会による赤ありルールのチーム戦で協会トップ選手8名をリーダーに据えてドラフト会議を行います。まあ M リーグルールだと思っていただければなと思います。で、チームシステムを行く前に一旦チームリーダーの紹介していきたいと思います。こちら、はい、まずチームリーダー上から見ていきましょう。前回優勝チームかつ現ジャン王の矢島さん、そして次現ジャン流位の私大浜で、次が第18期女流ジャン王の相川さんで、次がジャン王決定戦に角川桜ナイツ所属の堀さんで、次がジャン王決定戦3位の吉田元成さん、ジャン王決定戦4位のキムさん、 A1 リーグ所属渋谷アベマツ所属の松本さん、以上の7名が確定となっております。そして最後の1名がこの日行われますリーダー最終予選にて決定いたします。では戻ります。ではチームシステムの説明をしていきます。こちらの方昨年と変わった点もありますので、その点も紹介していきたいなと思っております。まず各チーム4名とすると、第1回は3名だったんですけど、まあより多くの選手に出ていただきたいなということで各チーム4名としました。各チーム必ず男女混成チームにしなければならない。で、次が新しく追加された点ですね。各チーム必ず10期前期以降入会者を1名以上含まなければならないと。まあチームメンバー増えたと言ってもやっぱ若い子にもチャンスをあげたいので、今協会19期なんで、まあ、10期が若いかと言われるちょっと難しいとこなんですけれど、まあとりあえず今回は10期以降入会者を1名入れてみましょうということにしてみました。で、ドラフトはチームリーダーが、まあ、1人いて、各チーム4名になるため3巡指名をするんですけど、前回優勝チームの矢島さんは前回のメンバー3人プラス1人を指名していただきます。矢島さんだけは1巡目に1人を指名してドラフト終了ということになります。また、矢島さんのチームの水口さんが10期前期以降入会者となりますので、矢島さんは指名する選手に制限はありません。こちら大きく変わった点ですね。各チーム指定のユニフォームリストバンドを着用して対局を行うということで、まあ、昨年多くのご指摘いただいたんですけれども、誰がどのチームかやっぱり分かりづらいという声を多くいただきました。ですので今期はユニフォームを着用します。各チームカラーをつけてやっていきたいと思っております。また名前入りのリストバンドを着用して対局を行っていただきます。続きまして大会システム、各チーム6ハンチャン ×3 節プラスドラフトの日に1節2ハンチャンを合計20ハンチャンを行い、上位4チームで決勝を行います。決勝は6ハンチャンで、予選のポイントは半分持ち越しといたします。この辺は昨年とほとんど一緒ですね。ただドラフトの日に2ハンチャンを行うというところが追加されました。ドラフト及びドラフトの日の対局は生放送、その他の予選は YouTube 日本プロ麻雀協会チャンネルにて毎週水曜日19時より2ハンチャンずつプレミア公開していきます。もちろん無料で全て見れますので、チャンネル登録とよろしくお願いいたします。では次のスライドに移っていきます。リーダー最終予選ということで、こちらで語れた方が8人目のリーダーとなります。選手を見ていきましょう。まず A ブロック現女流ジャン王のさつきさん、なんで現女流ジャン王がリーダーじゃないんだよっていう疑問もあるかと思うんですけれども、これ昨年やった時に第17期の女流ジャン王をチームリーダーとしたので、今年1個飛ばして19期になっちゃうとちょっとおかしなことになってしまいますので、第18期の女流ジャン王の相川さんがチームリーダーとなっております。もし第3回ができるんであれば、現女流ジャン王第19期女流ジャン王のさつきさんがチームリーダーとなります。続きまして黒崎さん、現チャンピオンロードのグランドチャンピオン大会優勝者ですね。続いて岸さん A2 リーグの首位昇級で、最後に菊池さん、こちら、昨年ファズカップのリーダー予選で優勝されて
リーダーになってた菊池さんですね。 A2 リーグ3位昇級ということで、続いて B ブロック、千賀さん現オータムチャンピオンシップの優勝者、濱田さん現新人王、下石さん A2 リーグ2位昇級、そして最後木原さんが B1 リーグ首位昇級者ということで、以上の8名で最終予選を行います。システムは書いてあります通り、 A ブロック B ブロックで1ハンチャン行い、各卓上位2名が勝ち上がりで、決勝は4名で1ハンチャン行いまして、トップの選手がチームリーダーとなります。では最後にタイムスケジュールの方見ていきましょう。こちら生放送なので時間が前後することがございますので、あらかじめご了承ください。まず12時からリーダー予選 A、B 決勝と行います。リーダー予選が全て終わったらだいたい17時、5時頃になるかなと思うんですけれども、まずリーダー対局その1を放送いたします。で、裏でリーダー対局もう一択やってるんですが、そちらの方はちょっと放送しないんでご了承ください。で、リーダー対局終わりましたら19時頃からドラフト会議を行っていきたいと思います。大幅に時間がずれてなければ少し休憩等を挟んで時間調整をして19時から始めたいと思っております。ドラフト会議終わりましたら最後にリーダー対局その2ということで B 卓の方を放送していきたいと思っております。はい、というわけでこんな感じで1月27日は放送していきますので、よろしくお願いします。またハズカップというのは応援してくださる皆様の力もそうなんですけれども、極端な話お金を出してくださるハズ様がいるから成り立つんですね。我々はハズ様に何を返せるかと言いますと、できるだけいい番組を作っていっぱい見ていただいて、ハズ様の知名度を上げることが、我々お金を出していただいてる側の使命となります。そのためにはどうしたらいいかと言いますと、皆様切に本当に高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。やっぱ視聴数とチャンネル登録者数と高評価の数っていうのはやっぱりどうしてもどこも気にされています。もちろん我々がいいものを作るのが先だろうというご意見もあるかもしれませんが、第3回ファズカップ継続に向けてぜひチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。それでは1月27日にお会いしましょう。さようなら。